ちモンスレ行こう。こんにちは、アリー製作所のナナシーです。こんにちは、プラモのモコです。立ちモンスレ行こう。ここまで東京丸い編、アリー製作所編とお送りしました。どちらも尺の都合で前後編に分かれちゃったのよね。安心してください、今回はこの一本で終わらせますので。で、ナナシーさん、今回はどこのメーカーの立ち四駆を紹介してくれるのかしら。はい、今回は前回のアリー製作所との関係の深いとあるメーカーですの。そんなメーカーってあったかしら。今回はここ SL って、変わったメーカーね。モコさん、怒られますよ。 SL じゃなくて LS ですよ。ああ、そんなメーカーあったわね。 LS は20世紀後半に存在した日本の模型メーカーで、プラモデル黎明期から連なる老舗だったのですが、1992年、平成4年に倒産しました。今はもう存在していないのね。創業は1946年、昭和21年、創業時の社名はサンライト科学模型製作所。1954年、昭和29年に製作したロゴは S が L に絡まるデザインで、読みも当初は SL だったそうな。私のボケも案外間違いじゃなかったのね。ピックアップすると、戦前はメイクと言われたスカイホークを設計、製造、販売して爆発的な売り上げを記録したほか、東京化学工業兼間口モーターの01モーター発売に対応をして、中型、小型の電動幹線模型キットを次々と発売し、ライトプレーンと並ぶ主力商品となりましたね。プラモデルに参入したのは1961年、昭和36年の秋に発売された75分の1スケールの航空機モデル水星12型からだそうな。翌年、株式会社 LS 研究所を立ち上げ、プラスチックモデル専業メーカーとなりました。ちなみにですが、後に株式会社 LS と改名されましたね。航空機や重機類、自動車、SF もの、船舶関連といった様々なプラモデルを販売した LS。 しかし、とある分野のプラモデルに参入した結果、衝撃の結果が待っていたのでした。テレビ番組みたいなごたくはいいから、さっさと説明しなさいっての。その分野とは、キャラクターモデル。1980年代のガンダムブームで今も人気のあるガンプラ。そのガンプラの空前のヒットから、キャラクターキット開発ブームが起こります。1983年には今井化学と共同で、テレビアニメ飛行創世記もスピーダのプラモデルを発売、キャラクターモデルに参入。翌1984年にはアリー製作所を合わせた3社でチョイコウソクがルビオン、正直空気弾サザンクロスを展開。しかし、どの番組も打ち切りで終了。商品の売れ行きは芳しくなかったそうです。あら、とことんついてないわね。そういえば、ガンダムも初代は打ち切りだったって聞いたことあるわね。キャラクターモデル市場からはわずか1年ほどで撤退。しかし、プラモデルの金型は数千万円規模の費用を要するために、ブームを当て込んだキャラクターモデルへの参入とその失敗は、老舗メーカーの経営基盤を揺るがすには十分だったそうな。こう聞くと、ほんとかわいそうなメーカーだわ。そんな中、タミレ模型から発売されたレーザーミニ四駆の売れ行きの良さを見た LS は、32分の1スケールの動力自動車模型化、接着剤不要のスナップキットで子供たちでも簡単に作れるプラモデル、確かに理にかなってるな。これは我が社の起死回生として発売したいものだ。しかし、キャラクターモデルで失敗した我が社にはもう金型を作るお金がない。どうしよう、 LS さんお困りのようですが。その声はアリーさん、うちと今井さんとの共同で展開したキャラクターモデルだったが失敗に終わってしまった。うちも今はタミヤのミニ四駆に対抗して独自規格のハイグレード 4WD を発売しているところだ。そうだ、 LS さんもミニ四駆に対抗してみてはどうだろうか。
ブームにもなってるし、ある程度は売れると思うぞ。そうした居所なのだが、我が社は金型を作る資金が心配ない。うちの金型を共同で使ってみてはいかがかな。え、いいのかい。それはあまりにも。困った時はお互い様だ。キャラクターモデルの合同制作からの中ではないか。え、ちょ、それって自動車でもよくある OEM ですよ。 LS はシャーシ関係をアリーの OEM 供給に頼り、ボディを自称オリジナルで展開した。ガンバレー、ロンクマンシリーズで展開したんですよ。LS も苦労したのね。それでは、ガンバレー、ロンクマンの一つ目のカテゴリーといきましょう。ガンバレー、ロンクマン。これまでのパチ4区のシリーズで、これほどのインパクトを持ったネーミングってあったでしょうか。まだ紹介していないメーカーのパチ4区もあるし、今のところ、なんとも言えないわね。でも、ヨンクマン。ってことは、その名前のスーパーヒーローがいるってことかしら。モコさん、鋭い。そう、実はこのシリーズに欠かせないヒーロー。ヨンクマンについて今から説明しようと思いますよ。マシンの紹介は、この後ってことで。え、そうなの。この、ガンバレー、ヨンクマンには、ミニヨンクや、他のパチ4区にはない漫画がついているんですよ。へえ、確かに画期的ね。それでは記念すべき第1回の漫画をご紹介しましょう。このお話はとある村の模型店サンダース36から始まる四つ葉兄弟と悪玉兄弟の壮絶な戦いを描いた完全なるフィクションである。で、まさかとは思うけど、1から全部紹介するんじゃないでしょうね。それも考えたのですが、尺の都合で要点だけを紹介しますよ。考えとったんかい。四つ葉兄弟の羽男くんと弟の周るくんがサンダース36という名の模型店で一匹鉄器を買ったところから物語が始まります。横のおっさんは一体誰なのよ。模型店サンダース36の親父って書かれてるじゃないですか。この時です。後ろから鳴り物を鳴らした何かが、羽男くんたちに迫ってきたのです。暴走族か何かかしら？って、それよりも怪しい人物じゃないの。しかも、いい大人が、子供に絡むなんて、今なら即、通報されるわよ。この怪しい人物は、悪玉一号。要は悪役ですね。それを見た親父。いや、店長はトイレに入って、変顔、と言って突然着替え始めるのでした。こっちも十分に怪しいじゃない。一方、悪玉一号は早尾くんたちに、マシンの早作り競争をぶっかけてきたのです。でも、早尾くんは早作りは苦手なようで、自信がありません。それを見た悪玉一号は、早速勝負に挑んだ、その時です。お、この展開は、って、誰？このなんとも言えない容姿をした変態は。モコさん、そんな言い方、かわいそうですよ。このおっちゃん、いや、お兄ちゃん、じゃなかった。この人物こそが、ヨンクマンなんですよ。でも、マガルくんには、サンダースのおっちゃんってバレてるじゃないの。それには触れないのがお約束なんですから。言っちゃダメですよ。それで、ヨンクマン対悪玉一号の壮絶な戦いが、これから繰り広げられるのね。あれ、思ってたのと違う。一体何を想像していたんですか？決まってるじゃない。拳と拳の打ち合いといった、バトル漫画的な展開よ。モコさん、この漫画にそういう展開を期待したらダメですよ。みたいね。ただ単に作り方を説明しているだけだし、こんなんじゃいちいち変身しなくてもサンダースのおっちゃんで出た方が良かったんじゃないかしら。って結局負けてんじゃないの。そうですね、勝負の世界はそれだけ厳しいんですよ。
早作り競争で勝てても、あまり羨ましくもないんだけどね。悪玉1号には負けましたが、四熊の巣は兄弟を励ましたところで、第1話は終了となりますよ。どうでもいいけど、この悪玉1号の喜びよ。なんだか腹が立つわね。で、ナナシーさん、この続きはどうなるのよ。ここからの続きは、頑張れ、四熊のヒットを買い続けることで真相が明らかになりますよ。多分。あのね、それって、絶対に無理じゃないの。もう、どこにも行ってないし。頑張って自力で買い揃えてくださいね。期待していますよ。だから、無理だっての。そんなことよりも、早く四熊のマシンを紹介しなさいのね。そうですね。そろそろ視聴者さんに怒られそうですので。それでは、頑張れ、四熊のマシンをご紹介しましょう。随分と待ちくたびれたわよ。第1弾は、ヒヒテッキですよ。ヒヒテッキって、さっきの漫画にもあったマシン名じゃないの。はい、漫画にはどんなマシンかまでは描かれていませんでしたが、このマシンがそれなんですよ。あの、一言、いいかしら。はい。これって、フルカウルミニ四駆よね。マチ四駆って、どうしてこういろいろとパクるのかしらね。あ、あの、四駆マンは、フルカウルミニ四駆よりだいぶ前に発売されているんですけど。え、そうなの。第一次ミニ四駆ブームになりかけの頃ですので、少なくとも1987年頃じゃないでしょうか。ということは、この頃から LS は先進的な技術を持ってたってことね。箱の中身は、こんな感じですね。一瞬で見ると、アリーの立ち運気と勘違いしそうよね。仕方がないですの。シャーシ構成はアリーの金型のパーツを流用しているんですから。あ、そうか。これって、アリーの OEM 供給に頼ってるって言ってたわね。でも、シャーシの形が微妙に違うんだけど、気のせいかしら？いえ、厳密に言うと、アリーのハイグレード 4WD のシャーシじゃなくて、その後に出た可変翼 4WD のシャーシを流用しているんですよ。以前のレーサーミニ四駆に挑んだメーカーたちでは、アリーのシャーシをパクったってなっていましたが、お互い仲の良いメーカー同士がそんなことをするはずがないと思いましたね。確かに、これなら納得のいく展開だと思うわよ。ただし、OEM 供給はシャーシ構成だけで、ボディはオリジナルになっていますね。え、しかもクリアボディじゃないの。そうなんです。ガンバレ、四駆マンのボディは軽量のクリアボディを採用したんですよ。ミニ四駆も、最近になってクリアボディを採用しているマシンが出てきてるけどね。着色して、ステッカーを貼ったら完成です。透明のままの方がかっこよかったと思うんだけど。ちなみに、四駆マンのマシン名は全てドイツ語なんですの。なぜ故にドイツ語なのかしらね。ヒヒテッキは、正しいという意味なんだそうな。このボディデザインを見て、何がどう正しいのか、疑問ね。モコさん、あまり深く考えない方が、ただ単に正義側のマシンですので、そういう名前にしただけじゃないかと。そういうことにしておくわ。ちょっと待った。四駆マンのシャーシ構成はアリーのマシン。ってことは、まさか。はい、4.5V、電池3本使用のハイパワーマシンですね。しかも、四駆マンにしかない、バッテリーホルダーも標準でついてますの。ガイドローラーもついてるのね。このあたりはアリーより一歩前進ってところかしら。この、ガンバレ、四駆マンのお値段ですが、定価600円。600円でのご奉仕となっていますの。600円の値段設定はミニ四駆と同額か。当時はどのマシンも600円だった気がするわね。ちなみに第2弾は、コッツ、アインス、悪玉1号のマシンですね。で、これ、漫画に出てたマシンじゃない。本当に発売されていたなんて、正直言って何かの冗談かと思ってたのに。
マシン名の意味はドイツ語で頭の一番という意味らしいです。どうでもいいわよ。それよりもこのボディデザイン、いかにも悪のマシンですよね。初級すぎるわよ。ホイールもドクだって。インパクトという意味ではヨンクマンが今のところナンバーワンじゃないかしらね。その後も正義側、悪玉側とのそれぞれのマシンを発売し、勢力を拡大した LS のガンバレ、ヨンクマン。一方、この頃のミニヨンクは様々なグレードアップパーツを発売し、自身のマシンをカスタマイズしていました。東京マルイやアリーはマシン自体に様々なパーツをセットにして発売する傾向にあり、1000円の値段設定で販売されていました。確か1200円の高級仕様のマシンもあったわね。この光景を見た LS は、速く走れるためのパーツか。当然ながら我々も何か考えなくてはな。なるほど。基本は強力なモーター、スポンジタイヤか。我々のマシンも少しは売れたものの、まだまだ厳しい状況が続いてるからな。チャーシ構成は引き続いてアリーさんの金型を使わせてもらって、パーツも質素なもので行くしかあるまい。我々ヨンクマンはキャラクターが武器だ。見た目もあまり変えない方向で開発しよう。うん、それが良い。と、キャラクター重視のヨンクマンの合意マシンが発売されることとなりました。そのマシンは、ゾンダーリッキあ、どこかの RPG でありそうな呪文ね。モコさん、違いますよ。ゾンダーリッキは、ガンバレ、ヨンクマンの上位マシンの名前で、由来はドイツ語で、特別な、という意味なんだそうな。なるほどね。ハイカージュニアレーサーや強力ユンダブルーディーといった名前だと他と変わり映えがないから、あえてドイツ語で攻めたってところね。パッケージのイラストも縦ってところが、何かと新鮮ですよね。神谷のダッシュ1号。エンペラーメモリアルの箱絵が盾だったわね。このゾンダーリッキですが、ノーマルマシンにあらゆるパーツをセットにしたものなんですの。まずは超高速ゾンダーリッキモーター。従来のモーターよりもトルクや回転数がアップしましたね。ただし詳しいデータなどは書かれていませんので詳細は不明ですが。ゾンダーリッキよ、お前もか。次はゾンダーリッキスポンジタイヤとゾンダーリッキスピードホイールですの。あのね、これって単なるスポンジタイヤとスピードローラーホイールセットについてるホイールのパクリじゃないの。ホイールのデザインは悪玉側のドクロに対して、正義側にもオリジナルデザインのホイールが採用されました。 V サインにトントン2のモールス信号を表したデザインが特徴的ですね。見ただけだとよくわからないデザインだけど、説明を聞いて納得してしまったわね。次はゾンダーリッキハイスピードギアですね。これってアリーのギアじゃないの。勝手に名前を変えていいのかしらね。ちなみにギア比は、はいはい、どうせ書かれてないんでしょ。アリーのギアそのまんまだし。さすがはモコさん、だいぶ立ちユンクに毒されてきましたね。毒されたって。あのね、最後はゾンダーリッキ時空系メタルとゾンダーリッキアルミガイドローラーですよ。アリー系のシャーシで時空系メタルの採用は初めてよね。ローラーもアルミ製ながらちゃんとガイドローラーって表記されてる点は高評価ね。当のアリーはベアリングって紛らわしい表記だったから。ボディは今回着色済みになってますね。あれ、これってさっきのリヒテッキだったのね。今になって気づいたわよ。はい、ゾンダーリッキ、リヒテッキの完成ですの。スポンジタイヤを装着しているためか、だいぶフルカウルミにヨンクっぽくなったわね。ですから、それよりも前に発売されてるんですって。それでは、このゾンダーリッキのお値段ですが。定価1000円。1000円でのご奉仕ですの。
界の想像はついてたけどね。こう見ると東京マルイやアリーと比べると今一つなのよね。まあ東京マルイのマシンが豪華すぎるのもあるんだけど、それだけ LS が危機的な状態だって如実に現れた結果だったりするかもですね。でもこの後そうも言ってられない事象が LS に襲いかかってくるのでした。そう、本家からのあのマシンが。1988年12月、タミヤ模型から1台のマシンが発売された。そのマシンは、今までのレーサーミニ四駆の常識を覆す、画期的なものでもあった。そのマシンは、アバンテジュニア。これまでのレーサーミニ四駆が、オフロード仕様だったのに対し、アバンテジュニアは、純レースのオンロード仕様として、この世に降臨したのである。レーサーミニ四駆。最先端のメカを標準装備した新型シャーシ。果たして、LS のヒーロー、頑張れ、ヨンクマンは、この、パーフェクト超人に、どう立ち向かうのだろうか。アバンテジュニア、雑誌やメディアでも話題となったレーサーミニ四駆のマシン。もともとは RC バディで、画期的なメカニズムとシャープなボディスタイルで人気を博していた中でのミニ四駆化。しかもオンロード仕様の新型シャーシを採用。これだけの要素で人気が出ないわけがありませんでした。発売と同時に人気が集まり、どの店も品薄状態になるくらいの盛況ぶりで、第一次ミニ四駆ブームの立役者となったのでした。各メーカーは、この光景を見て、驚くと、絶望感を味わったのは、言うまでもありませんでした。もちろん、ヨンクマン率いる LS も、窮地に立たされていました。万事休すか。本家タミヤ模型がここまでの高性能なマシンを出してくるとは、もはや、我々は崖っぷちに立っているとしか言いようのない状態だ。シャーシも、アリーさんの金型をこれ以上使うわけには。ましてや、究極 4WD の新型シャーシを強要してくれって、そんなことを口が裂けても言えまい。ならば、我々は玉砕覚悟でオリジナルの新型シャーシを作る他に道はないだろう。そう、ヨンクマンが覚醒する時が、ここに来て巡ってきたということだ。怒りに燃え、覚醒した結果、戦闘力を大幅に上げた、あの金色の戦闘民族のようにな。と、時代が錯誤している気もしますが、LS は、ヨンクマを覚醒させることにしたのでした。その、覚醒したヨンクマンとは、スーパーヨンクマン。本当にそういうネーミングだったのね。思わず驚いたわよ。LS の本気が詰まったスーパーヨンクマン。アリーの OEM 供給と決裂し、オリジナルの新型シャーシでパーフェクト超人に挑んだマシンなんです。ここに来てオリジナルと来たか。これは熱い展開になりそうね。はい、福主は立ち運騎士上最強じゃないかって褒めちぎったくらいでしたので。そこまで言わせたマシンってものすごく気になるじゃないの。それではスーパーヨンクマンのシャーシ構成をご紹介しましょう。まずは新設計超軽量シャーシからですの。これってアリーの究極 4WD とあまり変わらないんじゃ。何言ってるんですか。見比べると全然違うじゃないですか。確かに全然違うわね。LS の方が全体的にしっかりしてるっていうか、無駄に軽量化していないし。次はギア、4.7:1 のハイスピードギアと、8:1 のミディアムギアの選択肢となっていますね。
アリーと決別したせいか、LS オリジナルになってこちらもしっかりとギア比を表記しだしたわね。時空手は低抵抗のクラデアリングを採用していますね。これも当時としては先進的よね。金具も新調していますよ。アリーと違って折り曲げる工程がなく、はめ込み式にしたのは高評価ね。ナナシーさん、この長めのシャフトは一体何なのかしら？気づきました？これはプロテラシャフトですよ。プロテラシャフトって、両端に駆動するギアがないじゃないの。まさか、ここに来て二輪駆動でしたってオチじゃないでしょうね。覚醒した四駆マンに、そんなつまらないオチなんてつけませんよ。答えは、ハンドメイドなんですよ。え、なぜハンドメイド？実は、駆動するギアを取り付ける前に、低抵抗のクラデアリングを取り付けるからなんですよ。なに？これは意外だったわ。プロペラシャフトにまでクラデアリングを装着するだなんて、ミニ四駆も、ここまでやらなかったわよ。先ほどもアリーと決別したって言いましたが、タイヤとホイールは空国運 WD のものを流用していますね。完全に決別したってわけじゃなかったのね。小さなところでこういったつながりがあったとは。あ、電池も2本になったのね。究極4 WD 同様、こちらも 4.5V と決別してミニ四駆と同等の仕様となりましたの。ボディはクリアボディでなくなったのね。実を言うと、後期のマシンからクリアボディでなくなってたりしますけどね。で、今回のマシン名は何なのかしら？はい、このマシン名はクラカドーラ、スペイン語でホッチキスという意味なんだそうな。ちょっと待った、今まではドイツ語だったのに、ここに来てスペイン語。しかもどこをどう見てもホッチキスって感じがしないのは気のせいじゃないわよね。おそらくですが、なんとなくネーミングがかっこいいから、そのまま採用となったんじゃないでしょうか。その辺は LS らしいわね。ローラーも台形ガイドローラーを合計で6箇所に装着していますよ。ウィングに装着って、ミニ四駆のハイマウントローラー的な感じね。それでは、このスーパー四駆マンのお値段ですが、特別価格の600円、600円でのご奉仕とさせていただきますの。特別価格って大げさよ。でもアバンテジュニアと同額にしたのは驚きね。究極 4WD 同様、無駄に豪華にして値段が高騰した。ボーマシンの鉄を踏まなかった点は好感が持てるわね。LS 編、いかがでしたか？今回は、1本の動画で終わらせることができましたの。内容は、かなり濃かったわよね。前作の、レーザーミニ四駆に挑んだメーカーたちでは紹介できなかったマシンを本動画で、LS、完結編となったと思います。その後の四駆マンは、その、お察しください。っていうより LS 自体、過去のメーカーになってるし。ちなみになんですが、四駆マンについてもう少しだけ紹介させてください。まだあったかしら。紹介するところ、登場時の正体はサンダース36の親父ってなっていましたよね。確かにそうね。決して戦うことはなかったけど、これを見てください。後期の四駆マンに付属しているワンポイント四駆マンですよ。ということは、漫画は完結したか、途中で打ち切りとなったか、真相は不明ね。いえ、確かに漫画も気になりますけど、そこじゃなくて、この四駆マン自身なんですよ。初期に比べて博士の立ち位置になったかは分かりませんが、なんとなくおじいちゃんっぽくなっていませんか？そうかしら。もう名探偵の博士も見た目はおじいちゃんっぽいけど、わしは白髪でじいさんのような容貌だが、まだ53歳じゃよ、と自称しているわね。そうですよね。きっとサンダース36の親父は見た目が若いだけで、
実年齢はおじいちゃんなのかもしれないですね。そもそも真相自体が闇かもね。もこさん怖いですよ。そんなことより、次回はどこのメーカーを紹介してくれるのかしら。はい、更新が遅めになっていることと、ウク主が運営しているマジカルガールズトリプルエールに力を入れるとのことで、次回の投稿は早くても10月くらいになるかと。マジカルガールズトリプルエールは Twitter や YouTube での動画もあるから、興味のある方は一度でいいのでどんなのかぜひ見てあげてほしいわね。もちろん立ちウンクで行こうも今後もいろいろと投稿しますので、楽しみにしてくださいね。それではご視聴ありがとうございました。